新年明けましておめでとうございます。まあ、今年1本目、気合い入れていかなければならないということなんですけれどもね、はい、ちょっとね夫婦でね新年一発目もいいなと思ったんですけども、今回こちら2023年一発目の動画はですね、私ポンズからのお知らせ動画となっております。よろしくお願いいたします。今年ですね2023年入ってから、私たちこのポンズ夫妻としての YouTuber としての、まあ、動きですとか、あとはですね私が働いているうまか、ジャパニーズキッチンの、まあ、シェフとしてのポンズとね、ポンズくんは要はまあ2人いるっていう感じでね今ケアンズやってるんですけどもね、そちらの、YouTuber としてのポンズと、あとはシェフとしてのポンズくんからね、おのおのお知らせがあるとのことで、今回はそちらをね軽くお知らせしながら流していければいいなと思っておりますけれども、まずは、あちらうまかの方にですね現場をちょっと飛ばしまして、シェフポンズから、何かあるというなんかねいいお知らせがあるそうなので、そちらからね、聞きていきたいなと思いますので、まずはうまかまで、飛ばしていきましょう。どうぞ。はい、というわけでこちらですね、うまかの江戸丼店のポンズでございます。改めましてよろしくお願いします。はい、今回なんですけれども、こちらうまかからはですね、私ポンズから、ちょっと2件ほどお知らせという形でですね、ちょっといい意味でのお知らせがあります。でそれに伴ってもう1点だけちょっと皆さんにお伝えしなければならないこともね、ちょっとあるんですけれどもこの2つのいいお知らせというのね、ちょっと今回この場所をお借りしてやらさせていただきたいと思います。まず1個目なんですけれどもですね、これすごいですよ。何ですか？この度、ポンズくん、うまかの店長に昇格しました。ありがとう。誰もいないから、そこに。ありがとう。ありがとうございます。まあ、ということなんですけれどもね、これね、まあ、大事ですよ。そうだね、大事だね。まあ、そのまんまですよね。私、ポンズが、こちら、うまか江戸門本店の、まあ、店長に任命されたというところになります。本当にね、いい機会で、勉強になるポジションに任命させられたということで、非常に私もね、まあ、さらに本腰を入れて頑張らなければいけないなと思っております。はい。で、まあ、それも一つのね大きなニュースなんですけれども、ビッグニュースよ。ビッグニュースですね。さらになんですけど、これ二つ目のねいいお知らせなんですけれども、なんとですね、うまかの2店舗目の仮契約が進んでありますよ。おー、すごいじゃん。これもね、めでたいですね。うん、やっぱりね、2店舗目、3店舗目ってのはこれうまかにとって大きな夢でもありまして、今ちょっとエリアはまだね、伏せておきますけれども、今開発中のエリアがね、ケアンズにありまして、そちらをね、まあ、今年の12月ぐらい着工になるのかならないかぐらいの、そこにね、我々うまかがちょっと入れられるかなぐらいのところまで実は今話が進んでおります。すごい。今ね、うまか自体もこのケアンズの南の方の地区、江戸門トンっていう南の方のエリアのみのね店なので、これから、ね、よりちょっとケアンズの、まあ、東西南部という、はいはいはい、いうところで名をね、広げられるようにちょっと、ね、店舗拡大もしていこうという中で、これは本当にね、めでたいニュースになりました。本当だね、頑張ってほしいね。はい、そうですね、まあ、まだこれは仮契約なので、これがね、本当に決まり次第また新たな動画として、お伝えしていければなと思っております。なるほど、なるほど。はい、まあ、これ以上がね、2点、おめでたい点となっておりますね。悲しいお知らせっていうのは何なんですか？悲しいお知らせまあね、これね、勘のいい方もね、もう気づいてると思いますよ。おい、あの男はどこ行ったの？今皆さんのこのね、私のこのここら辺にポワンポワンポワンと、ね、なんか薄く出てるね、薄く出てる、出てるかなと思うんですけれども、うん、そうなんですよ。おい、セイジはどこ行ったの？そうだよね、だってさ、そもそもセイジさんが店長だったよね。セイジさんはそうです、知らない方のためにですね、もともとは言えばこの私のね元相方でこのセイジという方がですね、それと、まあ、DOA と呼ばれるケアの旅行会社の、まあ、支店長の女性の方と2人でオープンさせられた レストランなんですけども、うん、その支店長として、まあ、誠治さんが多くて、はいはいはい、その誠治さんが当時僕はカフェで働いたんですけども、ポンズを一緒にちょっとジャパレスやらないかと、はいはいはい、誘われて入ったのが、まあ、私普通のシェフで入ったんですけども、はいはいはい、なるほどなるほど。その時の店長の誠治ですね、はいはいはい、で今回いいお知らせとして私が店長になりました、はい、ますけども、ということを誠治さんは一体どこに行ってしまったの？はい、ですね、誠治はですね、自分の夢で旅立ちました旅立ったんだ人生いろいろありますからね。そうですね、うん、まあ、いろんなことが起こりまして、どういうこと
どうしてもね、あの彼の気持ちだったりだとか、今のこのバカな現状だったりだとか、まあいろんなことをねひっくるめて、うん、今現在せいじ君もね実は元気な姿で、うん、もうケアンには実はいなくなっちゃったんですけど、はい、半年にね今も活躍されてるとのことで、あの僕たちは今ちょっと別々のね町にいるんですけれどもね、あのお互いの夢頑張ってやろうということで、実は旅立たれてしまいました。あーそっか、ね、あの勘違いしないでくださいね、僕たち喧嘩して別れたわけじゃないんです本当にね、あの仲良い良好な関係のまま、うん、あのお互いの夢に進んでいこうということでね、旅立たれました。なるほどね、こちら飛び立ってるぐらいかな、誠司さんが。そうだね、さよなら誠司さんまあまあまあ寂しいこともあったんですけれども、うん、まあ今となってはもう僕はねこの店舗を任されるようになってしまったので、うん、亡き友を悲しむよりも、うん、今目の前のことに集中してね、より、うん、あの発展発展ということで、はい、店舗拡大をね、頑張っていきたいなと思いますけれども。なるほど、はい、まあ、改めましてにはなりますけれどもね、私ポンズこちらうまかジャパニーズキッチン店長よりからですね、今年もうまか一丸となって、このケアンズにこのうまかという名をはばかせるように日々、うん、精進していきたいと思いますので、何卒皆さん引き続きの応援よろしくお願いいたします。というわけで、ここからはですね YouTuber のポンズさんにバトンタッチして、締めの方をお願いしたいなと思います。私は今からキッチンに戻って、過酷な労働に戻り失礼します。ありがとうございました。おめでとう。おめでとう。ポンズくんよくやったよ君ならできる。いやいやいや、絶対できる。頑張ってほしいですね。そうだね。まあまあまあ、じゃあポンズはね、日々日々、まあ、仕事の方も頑張ってもらえればね、あんまり無理せずね、体の方も気をつけながら頑張ってほしいですね。めっちゃ2人のポンズって感じだね。そうだよ、あっちはあっちでも頑張ってほしいですね。こっちはこっちで頑張らないといけないですから、ね、そうだね、まあ、というわけでこちらはですね、現場 YouTuber としてのポンズに戻ったんですけれども、こちらからはですね YouTuber ポンズ祭としてからのお知らせをちょっとね、お伝えしなければならないと思っておりますけれども、まあ、このポンズチャンネルです。ポンズ夫妻のチャンネルが一昨年のね、7月頃に、設立されまして、約1年半も経つぐらいになるんですけれども、今、登録者の方もね、まもなく200人手前ということでね、もう少し頑張れば、大台に乗るかなっていう感じなんですけれども、もうちょっとだね。そうだね。はい、日々皆様の応援のもとですね、ここまで、来れることができました。改めましてありがとうございます。で、まあ、今年2023年の活動なんですけれども、まずここでお知らせとして一つですね、ちょっと去年よりも、更新頻度を低く、していこうかなと思います。はい、はい、まあ、これもですね、まあ、やっぱりね今聞いてもらった通り、現場のね、うまかとしてのポンズ君の方がちょっと業務が忙しくなると、うん、昔よりもですね、その仕事に対する、まあ、時間の方をちょっと多く取って、あちらとしてのね、その、まあ、活動域を広げていきたいという時間を設けたいなと思っておりまして、ただね、こういったせっかく趣味でね、始めた YouTube、よいケアンズのことを多く知ってもらいたいなという活動もね、やっていきたいなと思うんですけれども、要は1週間に1本出すようなペースで、ね、大体はやってたんですけども、そうだね、ちょっと仕事をね、うまかに移してから、ちょっとそれもね、体力的にも、企画的にも厳しくなってきて、ちょっとね、後半の方は2週間に1個とか、まあちょっとね、しばらく空いたところもあったりしたんですけれども、ここだけの話ね、まあそろそろ YouTube も退いて、うん、ちょっとうまかの方にね力を入れて一人のポンズとして頑張っていこうかなと思ったんですけれども、それこそね、それと同時にその年の終わり際になってくると、うんうん、ケアンズに今度遊びに来ますので、何かその時はよろしくお願いしますだとか、その実際にねケアンズに足を運んでくれた方もね、うん、昔みたいにそのサムネが出てると思うんですけれども、そういった方も、嬉しいよね、やっぱ現れてくれて、ね、実際にその他の都市からもですね、ポンズ君の動画を見て実際にケアンズに遊びに来たよっていう方もいらっしゃって、やっぱりねこういった活動をねしていたおかげでそういった方々もね来てくれたので、うん、ちょっとやっぱやめるのはもったいないよね。そうだね、なんかねせっかくこうやってね、うん、みんなからね声をかけてもらえてね、まあ、それでこう頑張りたいみたいなね、そうだね、気持ちになれたって感じだもんね、うん、まあ、YouTube からしてみたらですね、まだまあもう本当に底辺中の、ね、活動しかやってなくてもう少しで200人いくかいかないかぐらいの、ね、活動なんですけれども、そういった少なからずともですね応援してくれる方々のためにも、まあやめるとは言わずにね、少しずつでもこのまま続けていければないいなと思っております。まあ極めつけはあれですよね、うん、新メンバーユーポンドの旅ですよね
本当だね。ウィズフォントはもう今年の またね、9月から10月頃にコラボが決まっておりますのでね、その時ケアンズで一緒にまたやろうと約束したんで ね、それまでにはまた続けながらでも、細々とね。そうだね、はい、まあまあ引き続きね、いろんな情報だったりとかね、皆さんに発信できれば。そうだね、はい。まあというわけで発信内容はね、去年と同じです。我々がこのケアンズを拠点にですね、ケアンズのさまざまなそのためになる情報、役の情報ですとか、僕たちのね、たまにあるのんびりとした暮らしを届けしていければいいなと思っておりますので、引き続き皆さんもですね、こちらポンズ夫妻の日常チャンネルですね、温かい目で応援の一つをよろしくお願いいたします。お願いします。せっかくだから今年もね、YouTuber としてもいろんなね、ちょっとチャレンジ、そうだね、コラボだとかいろんな店舗とかね、YouTuber さんも他にもケアンズがたくさんいらっしゃいますのでいろいろできればないいなと思っておりますけれども、引き続きね、夫婦ともとも仲良く頑張っていきたいと思います。はいはい、というわけでございますけれども、改めましてなんですけれども、2023年、YouTuber としてのポンズ、そして馬川店長としてのね、ポンズくんも何卒皆様よろしくお願いいたします。お願いします。はい、というわけで今回こちらで終わりたいと思います。次回からもですね、我々夫婦揃って、仲良くですけど、ためになる情報を我々のビッグラッシュお届けしていきたいと思います。皆様気に入っていただけた方はですね、何卒チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。お願いします。また次回の動画でお会いしましょう。になります。ありがとうございました。